こんにちは、黒橋ずこです。今日は暑くなってきたので薄物のポシャギを作ってみたいと思います。このポシャギはだいたい50センチ四角になればいいなと思ってヒレを用意しました。一つだけ縫ってみましたら52センチに上がっております。一応今日縫ってみるのにもう少しここら辺のパッチワークの部分をキレを用意しながら、なんか型紙もないです、これとこれは同じつもりで作ったんですけども、縫い上がってみるとこっちが寸足らずになって、こっちが余分に斜めになってますけども、それも構わないと私は思っています。そのくらいズボラさんでもできるっていう、気にしないで済む方法でやっていきたいと思います。 2,3 枚作って誰かに1枚あげようかなっていう風に、ちょっと小風呂敷に使ってもいいし、子供さんがいてちょっと帰りが遅くなるからおかずのこの部分だけはテーブルに出しておこうと、冷蔵庫に入れなくてもいいわっていうものにこうかける掛け物として、韓国ではよく使われているみたいですけども、白を選んだのはこれシミがついても綺麗にできるのは白なんですね。意外と白って汚れもつくけども消すこともできるっていう素材なので、やってみてくださいね。ここをどの順序で縫うかっていうと、まず小さいものからやっつけていきます。ここはロウキャビンを、ここを中心として1、2と回ってるって、それを2まででやめちゃって構わないよっていうことです。いびつなロウキャビンの中心だと考えると、今度縫える場所がどこもいげたになってしまっているの で、じゃあここの細かく煙突のようになってる部分を縫いましょうという用意を今しました。この用意の次に1枚ものをあとは全部用意しといて、これとこれを合わせてコーナーができます。でここで1枚作ってコーナーができますというふうに用意をすれば簡単です。パッチワークを小刻みにしていくと、普段だったらパッチワークができたら後ろに綿を挟んで裏地をつけてサンドイッチにしてキルティングをかけるわけですけど、これはそれだけで終わりにしようっていうわけですから、5ミリずらします。ピンを打って5ミリ内側に、私はずらしたまんまでこの程度だったら曲がっててもいいわっていうふうに思ってるので、あんまりピン打ってまっすぐならなきゃっていうふうにも思いませんけども、ちゃんとしたい人はこの立ち切りから5ミリのところにヘラを打って、その5ミリの線のところと合わせてピンを打っておきますと、目印としてはここのところにエクボができますね。エクボからこっち側のエクボまでをめがけて縫ってください。そうしておくと端っこがガッタンとずれたりしない縫い目が取れます。じゃあちょっと縫ってみます。一束分はピンをこうして2枚を合わせて、合わせられるものだけを打って、ミシンに行ってください。
周りの1枚切れの方を用意します。これを合わせたら出来上がりです。2センチぐらい縫わないで置いときます。次を縫うときに、手縫いだったらこう L 字に縫えるけど、ミシンでここを L 字にするの難しいから、出来上がる位置にそれぞれパッチワークした布を置きます。置いたもので、今度はこれを全部くっつけていきたいんですけども、始末をしながら縫っていきます。ここまで大きくなってきたら、もうアイロンをここでかけながら縫った方が綺麗にいくと思います。ここが一箇所、最後まで縫わないで開けておくことによってこれがくっつき、これを縫ってたらここを縫い付ければ、ここまで、これが足りなかったらここに一つ足してつけて、最後にこの切れをつけると、この切れをつけるときにここが縫われてないので、ここでこの空き折りをしてつけるときに、ここが開けてあるから、ここのところをちょっと 2,3 目ダブらせて、ここ目はこう開けて縫うことができるので、ガタンとした L 字型のところも縫えます。ミシンで
やってみてください。最後の寸法合わせでこの中で1枚の綺麗になった時にどれだけの寸法で取れるかな、でそれじゃ多すぎるわって言うんだったら好みの寸法に。出来上がります。